戦していきたいと思います。よろしくお願いします。チークガシはニコニコ動画時代に挑戦した楽しいお寿司屋さんぶりです。なので YouTube に投稿を始めてから挑戦するのは今回が初めてです。失敗するかもしれないと怯えているんですけれども、その場合も没にせず投稿するという気持ちでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回挑戦するチークガシはこちらですね。お寿司屋さんの時にあったイクラを作る工程に似てますね。そんな感じです。で、次ですね、つぶつぶグリーゼリー組を作ろう。1、つぶゼリーを型に平らに並べます。ゼリーをね、こういう型に一粒ずつはめていくみたいです。二段にならないようにね、はめていくみたいです。これがちょっと難しそうだなって思ってます。2、クミンの素を粒が隠れるまでかけます。並べた粒々ゼリーの上にクミンの素という粉をねかけるみたいですね。3、残ったジュースをスポイトで少しずつかけます。1分待つと固まるよ。並べたつぶつぶゼリーの上にかけた粉の上から残ったジュースの素をねスポイトでかけていって、1分待つと固まるそうです。そう、型から取り出したらグミがね完成してるっていう感じですね。で、6個作れるよって言ってますけど、さて6個も作るかは置いといて挑戦していきたいと思います。
水を入れていきます。そしたらこの中にジュースの素を入れてよく混ぜます。ジュースの素、これですね。
作るんですけど、まず赤と青で紫、赤と黄色でオレンジ、赤と忘れよ。で、次赤と青で紫、あ、紫になりましたね。よかった。一回一回ちょっと洗浄して、で、ラストが黄色と青で黄緑、つぶグミ作っていきたいと思います。3センチぐらい上からね、ゆっくりポトポト落としていくそうです。じゃあまず黄色からやっていこうかな。見えますかね。
私はペンギンちゃん作りたいです。見本はこんな感じなんですけど、お腹がピンクってちょっと嫌だとこの白は多分グミの元で白いんだろうな。これでもちょっとこのつぶつぶグミを映すの大変そうですよね。とりあえずやっていきましょうか。頭まず青いんで、わあすごい、これいける？ちょっと待って、おいおいおい、こうか、これでいいかな、こんな感じ。ちょっとこれこの子ちっちゃい気がする。めちゃくちゃむずい。難しい。組み足りない気がする。無理やりこう埋めていく。こんな感じかな。あ、はみ出た、はみ出し物。こっちどうぞ。よし、そうだな、この辺も全部青にしたい。ここ黄色、くちばしは黄色いですね。あっあっ待って、本当にこれ結構むずいよ。器用な人はいいけど、スプーンでやるのが間違ってるんかもしれん。ここ3つでいくか、くちばし3つでいく。3つでいいのか。4つ、いく、いけた、いけない。
下の方にね、固まっちゃった。おっと。よいしょ。できた。ちょっと大きすぎたから、これは。結構ね、すぐ固まるから、すごい。よいしょ。できたてのつぶつぶ、青く見ちゃう。でしょうか。どうでしょう。反対側も乾燥させていくよ。難しいよ本当に。これすぐささっとできる器用な人になりたいね。お、いい感じ。じゃあもうせっかくなんでやっていきましょう。これ何？謎の物体になってる。ちょっと待って。黄緑で前の方埋めて、よいしょ。ちょっと待って、こっち行ってください。
が一番難しかったから、まだね、他は優しく感じる不思議ですよ。あ、ちょっと待って。
すためのお皿を用意してきます。はい、ここからですね、まさかの音声が録音できていなかったので、ささやきのみ後取りで撮っていきたいと思います。はい、グミを取り出すためのお皿を用意してきました。で、今これ出来上がったであろう、1分経って固まったであろうグミをね、取り出そうとしてるんですけど、なんかちょっと固まりきってない気配もしたりしてて、まずはお魚さんから、一番取り出しやすそうなお魚さんから取ろうとしてます。これ本当にね、剥がすのがね、難しくって。あ、剥がれてきましたね。こう下からこう容器をペコンって押して剥がすといい感じです。お、お魚さん出来上がりました。こんな感じでね、お魚さんはまあいい感じにできました。こう熱帯魚って感じですね。で、次がね、王冠を外そうとするんですけど、これがまたね、外しにくくてね、苦戦しております。果たしてどんな風に出来上がっているのでしょうか。味は昔々にやったお絵かきグミランドを食べた時の味と同じ感じでした。懐かしかったです。というわけで、ご視聴いただき
様も